若泉稲荷神社は、埼玉県本庄市北堀にある神社。奥宮は750メートルほど南東にある東、本庄稲荷神社。若泉稲荷神社の歴史は自称4年、武蔵守津議行6世、孫宗太郎課長が、東本庄に館を構えた際、陳樹として誕生したことに始まる。天正18年に、本庄市に代わって、小笠原家門太夫信峰が、 本城城主になった時に、丘陵主が誕生した社であるとの理由からこの神社を最も数敬し、現在の社地に社殿を建立して奉船した。明治に至り、尊社としてその証明を冠して、当時の埼玉県令、仙下高富京より、和若泉稲荷神社と名付けられた。明治四十二年に、東本城稲荷神社を県の指導により合祀したが、潜座の際に関係した七人が死に、 以後村の中に火事が頻発し、宮司の夢枕に東本庄稲荷大臣がお立ちになるに及んでたたりと判明、大正十五年にかんざして火事は収まった。奥の宮橋はその時に県費により建設されたものである。橋は本庄市により欄干が撤去され、ガードレールになってしまった。昭和三十年代初頭、台風により大木が全部倒れ、周囲の民家には、 一切被害がなく、拝電だけ潰したのも、霊言とされるが、拝電再建の際に、大工の剪定におかしなことをした家は次の代に、耐えている。霊言団は、平成の初め頃まで、元宮寺により記録されている。一部は、神社と実務にて公開されている。平成11年、本庄総合公園整備に伴い、周囲森土のため東本庄稲荷神社を建て替える。 外装と内装に大きな差があるのは途中で総代が変わったため、平成25年丘の前方を総代の一人が森土及び土工事を寄付、翌年丘の広報裏山道を空地関係から森土して整備した。平成27年4月現在丘の広報の残土は10月に予定されている本城市に不法占拠されていた。 消防後や撤去のための現状回復用に用意されたものである。出典、埼玉の神社埼玉県神社長宮司より聞き取り以上は、御嶽神社出典、埼玉の神社埼玉県神社長宮司より聞き取り、現地調査の結果年間の行事は、初馬祭り、記念祭、五国神社祭、霊祭、八十八夜祭り、八坂神社祭、大払い、五国神社祭、 抹茶祭、手長神社祭、ニーナメ祭りの11回ある。このうち、初馬祭りと88や、11月のニーナメ祭りは、奥宮である東本庄稲荷神社で行われる。また、2月19日には、ニュータバルの手長神社祭、7月の第2土曜には、ニュータバルとケヤの八坂神社祭が各地で行われる。かつて盛んであった養蚕との関わりが深く、 霊祭と八十八夜祭りで植木を売る露店が出るのは、創業の死が経っていた頃の名残である。また、八十八夜では、う子が、めいめいに、米の粉でこしらえた眉玉を十箱に入れて神前に、備える習わしがあった。この眉玉一粒は眉十巻を意味しており、養蚕をしている家では、採点後に、これを借りて帰り、養蚕の紙札と共に紙棚にあげ、その後下げて、 火で炙って食べた。借りた眉家たちは、翌年に倍にして、返すのが例で、通常は10粒を借りたものであったが、養蚕の衰退に従い、平成元年頃には行われなくなった。しかし、東本城稲荷神社に隣接する総合体育館の名称がシルクドームであることからも、この地域と養蚕の深い関わりが今も伺われる。眉玉作成は、平成24年に、 先代の宮司の意志を、元宮司から聞いた、総大長、萩原光氏により再興された。霊祭のカグラは、金カグラ筆頭の忍蓋もつ組であったが、土舌により一時カラオケなどに変わっていたが、現在は、祭姉前の豊作前が行われている。平成25年頃より、宮司により、月参りの人にお茶が供されている。出典、埼玉の神社埼玉県神社庁。 偶児より聞き取り、ありがとうございます。